ブ何なんだったっけ、全部集めてなんかあそこに入れてたんでしたっけ。あ、そう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 、あ、ロビー、あ、そういえばね、それ続きがね分かったんだよね。やってみる？やってみたいですね、うん、やってみようか。じゃあちょっとじゃあ集めて途中までね、そのトロフィー的なやつをね各所から拾ってくる。こっちにもあるよ1個、出店のとこにあるよ1個。それ全部はめてる。違う、なんか出てきた。金のスイートポテト、インポテ、あと2個、猿と羊、これ1個、うん、それ何、金のスイートポテト、これ帽子じゃないの。猿はどこ、帽子じゃないんだ。あれはグライダーの場所、そうだ、あ、グライダーの場所あるわ。グライダーの場所誰が行った、姉ちゃんが行った。自信ない、自信、一緒に向かうね。僕は今磁力に引っ張られてる感じするもん。それ終わったんよ。さ、持ってきたよ。はい。うん。おお。かっこいい。空飛びながら。グライダーでさっそく登場するやん。ね。あ、火つけなきゃいけないね。そう、火つけなきゃいけない。松明、松明。持つ場所、持つ場所、その左右のマシュマロの妖精だから大丈夫だよ。左左もマシュマロの妖精だったらダメじゃない、別に別に弱いだろ。全然全然大丈夫です。来た、おー、タマと花火だ。そう、タマピ、あー綺麗、君の方が綺麗だよ。みんな、ほらね、やだ、ちょっと待って、みんな、みんないる、みんないるから、 なんで女性2人いるの。やべえや、この玉をここに捧げるらしいんだよね。これこれ、ここなんや、バラ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 、ここに大砲じゃん。あ、来た、あ、なんかボタンが、なんかボタン出たぞ。どこに光った、これが、これが色変わった。これ、これに乗れるんじゃねえ、じゃあ、じゃあ、で、いや、え、これは元々乗れたけど、また内容変わるんじゃない？押した、行くぞ。ほんと乗ったか、みんな。僕うまい、持っとかないとやばくなかったっけ、やばい、おー、もしや、何が変わるんだ、コースが変わる、あ、そこ空いてる、空いてる、竜宮城行けんの、竜宮城行ける行ける、嘘、俺が前不法侵入したんだ、あそこ、ね、じゃあ、あれ開くんだ、正規のルートがちゃんとした道なんだ、こっちが、うん、止まるってこと、やばいやばい、危な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 い、やばい、横になってる、横、安全バー下げないと、ちゃんと戻れるか、俺腕がクロスしちゃった止まるから、捕まってたらいけるんじゃない、止まるでしょ、あのボート乗りたい、ボート EC カードが残ってます、ボート漕いだことない、確かにないわ、やだ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 、うわ、そこだけ雪降ってる、え、コース変わった、これ何、ここで止まるのかな、ここで止まるんじゃない、終わんなかったらまあ結構むずいっすけどね、飛び降りるぞ、おお、止まった、止まった、幸運の恋、幸福の恋、幸運の恋、ドラドラドラ鳴らせる、鳴らして鳴らして、うわー、よし、行こう、ここが秘密の、予約の方されてますか、え、予約の方は、おや、あ、予約ですか、はい、ちょっと予約はなしで来たんですけど、ちょっと確認してきますね、はい、3名なんですけど、新規3名なんですけど、あ、入ってるね、もう行けるそうです、行けるそうです、あ、行けますか、あ、よかったです、すいません、すいません、ありがとうございます、急に来ちゃって、矢印ついてるけど、何にする、これ小籠包、俺小籠包とビールしよっかな、え、じゃあ俺チャーハン、あー、でもどうしようかな、いる、半チャーハンっていけますかね、半チャーハン大盛りで、半チャーハン大盛りでいけますかね、じゃあ、なんかこれ、なんか火つけてる、火つけてる、何、何してる、何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 やってる、アイテムがもらえるんだ、これで半チャーハン、半チャーハン出ました、え、なんか大きくなってんじゃん、え、なに、この大きい、何、半チャーハンです、おい、これ、チャーハンなの、え、これ、何の意味がないのか、これ、あれ、あ、上に書いてあるわ、何ができるか、
上、風感じる？酸素が、おお、風感じる？本当だ。これどうやって使うの？すごい風出そうだけど。どうやって使うの？いや傘は空飛べるよ。確か。ジョイボーは？ジョイボーは空。外に行かないと使えないんじゃない？ななないジョイボー。待って、だんだんでっかくなってきてない？ちょっと見て。本当に？なんか錯覚じゃない？ちょっと外行こう。この匂い棒ちょっとでっかくなってきてるって。おお。なってないよ。助けてー。もう浮遊しちゃってる。どこまでも。そう風は？扇わかんない。あ、商船なんだでしょそれ。ねえそんな感じだけどね。全く。一仰ぎで。うわあ。遭難の風吹かしてよ。山火事を全部消すみたいな。そうそう、でもそれ亀仙人のじっちゃんがさ、スープの汁こぼして捨てちゃったで。そうなんだ。うん。ニョイボー、ニョイボー絶対変わってないよサイズ。でっかくなってきてるって。いや絶対変わってないよこれ。もう一個持ってってやるから。伸びろニョイボー。何に使うのニョイボー。絶対変わってない。よく見てでっかくなってきてるって。比べてみよう。出来たてのやつと。八、あ出来たて持ってきてるけど、あれも大きいよ。めちゃめちゃでっかくなってきてるじゃんこんな。いやいやほらもう向こう向こうでかい向こうの方がでかいなんだったら。何使うのこれ。おかしい話やん。これどなたか叩いたら。何に使うのそれ。どなたか太鼓叩いたらどうなんの。伸びるのそれ。叩いて。何にもならない。効果ないの。叩けない。効果ないかも。その傘しかないんじゃね。傘が当たりってこと。えもう一番大きかったっすからね。いやもう動かんくなっちゃったじゃあ両手に持つとかは。えじゃーん両手に。あでっかくなった。え匂い棒でっかくなった。えちっちゃくなった。ほらちっちゃいやんほら。持つとでっかくなるんだ。あ持つとでっかくなるんだ。ほんとや持つと。うん持った時に。ほら持ったらでっかくなる。めちゃめちゃでっかくなる。触れてるとでっかくなる。え芭蕉扇は。芭蕉扇はなんかあんのかな。なんかあるでしょう。それだけないってことはないでしょう。仰いでみたら。お降ってんのか。降らせれる。雨降ってくるんだ。雨乞い。へえ。芭蕉扇を振ると雨が降ってくる。ニョイボーは変わると大きくなる。持つとでっかくなる。もうちょっと傘は。ってもいいけど。傘空飛べる。傘は空飛べる。空飛べるの強すぎん。魅力あるね空飛べるは。伸びろ。ニョイボー。すげえでも環境天気天候変化させれるの強いな。ねえ。もうニョイボーっておもちゃだもんなそれ。ね刺さらないナイフと同じぐらいだもんね。悟空の悪口やめろよ。せいぜいマジックのネタじゃんそれ。伸びろ。ニョイボー。ボーン。戦いの最中にそれやられたら結構ね。そうだよ。でも触った瞬間に大きくなってるんだもん。いやいやいや。あれはまだ あの人がまだ使えてないだけあれを。あそうだ。おお。これ二人で傘持っても浮遊しないね。全然。じゃ無理だ。傘2個持ったらやばそう。2か3。スチーム買うんで。俺傘持ってます。持ってきました。はい。よいしょ。あれ？わー宇宙でしっかり普通に授けれたのすごいな今。でもなんか浮遊力上がったのかな。すげえ高いとこまで来てる。傘2つだとめちゃくちゃ高くまで飛ぶわ。片方手放してみるか。ここでこの辺でキャッチしてくれ。18。どこ。はっ。どうだ。どうだ。傘が降ってきた。そしてうわ降ってきた。やばいやべ、うん、あ、それ、傘、傘乗っかっちゃった。ねえ、お母さん、傘乗っかっちゃった。お母さん、この傘。お母さん、傘乗っかって、なんか上から降ってくる。上から降ってくるぞ。何か降ってくるぞ。なんだあれは。え？上。あ？降ってきた。傘もう一本。傘持ってたんだけど、うん、どっか行っちゃった。ね、空中でどっか飛んでたね。はい、じゃあねこれかな。前回見れなかったギミックの続きは。はい、じゃあ今度こそ締めましょう。締めなくてもいいか。もうこのままでブランコやん。ブランコ楽しんで。それまたみたい。コットンキャンディーね。コットンキャンディー
わたあめを今そんな風に言うの？わたあめなんて言ったらバカにされちゃうよ。マジで？そうだよ、そんな世界やだ。コットンキャンディーなんて言ったらバカに、コットンキャンディーだから。コットンキャンディー絶対違う英語あったやん、もっとなんかただ、ただ英訳しただけやん。もうコットンキャンディー覚えました、はい。というわけでね、また次回のコットンキャンディーも見てください。バイバーイバイバーイバイバーイ。また食いて、コットンキャンディー、ね、次回もあるみたいな、複製はちょっとやん。